競馬の祭典第30回日本ダービーが26日東京競馬場でおよそ7万のファンを集めて行われました。優勝候補の筆頭4番名水、2番人気の15番グレートヨルカ、帝国の午後4時18頭のサラブレッド4歳馬が一斉にスタート。 2400m に日本一の栄冠を目指してのレースです。早くも名水が鼻を切って大きなストライドをぐんぐん飛ばしています。これに続いてキングダンディ、その名オンワード、国井さんに晴れの光が一段となって続きます。最初のコーナーで名水はすでに独走態勢、バックストレッチに入って名水はソロナ・オンワードに2馬身の差をつけて悠々トップ。対抗馬のグレートヨルカは馬群に進まれながらも7番手、追い込みが期待されます。依然トップを切って第4コーナーを回る名水、外側からイロハ、満を持していたグレートヨルカが内側から必死の追い込み。しかし調子に乗った名水は他の追走を問題にせず7馬身引き離して逃げ切り、2分28秒7の新記録で優勝。下馬評通り圧倒的な強みを見せ、皐月賞ダービーと2大レースに優勝。秋の菊花賞レースにも大きな期待が持たれています。